まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。行方不明の人を探せばいいのね。その依頼、私も行きます。ウェンディ、大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか、ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか。ウェンディ、家に戻ってもいい？7年空けたままになってるし。鍵が開かない。わっ、張り紙だ。なになに？7年分の家賃を払うまで入れません。大家より。いやー、7年分そんな大金払えないよ。ルーシーさんもでしたか。ウェンディも？フェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルスも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよナイチュー。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買うお金もない。なんだって、よく探したのか。うん、隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルシー、さっきの話なしな。別にいいけど。ギルドも私たちも一文無しですね。早く依頼を達成して食費だけでも稼ぎましょう。そうね。
依頼書によるとここが消息を絶った場所ね。行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。楽勝だぜハッピー。どっちが早く見つけられるか勝負だ。アイサー、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてないわよ。気をつけていきましょう。ちょっと。あれ、人が襲われてる。依頼にあった方かもしれません。助けに行きましょう。強そうな奴らじゃねえか。燃えてきた。なかなかやるでしょ。ありがとう、助かったよ。あ、安心したら痛みが。
怪我を見せてください。私が治療します。ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに治癒魔法を使えるのか。ところでオタクラ、どこのギルドなんだ。フェアリーテイルだ。フェアリーテイル、聞いたことないな。新しいギルドなのか。フィオーレで知らない人がいないギルドだったのに。さて次は。次行こうぜ次。仕事こなしてりゃギルドも家賃もなんとかなるって。